海の始まり、やよい、有村霞と別れた夏、目黒連が集中放課の鈍ん底展開最終回の、救いの鍵は今だ未読の水気の手紙。スノーマン、目黒連二十27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第11話が、9月16日に放送される。九日放送の第十話では、夏、めぐの海、泉屋星名な に関する言動に不安の声が集まった。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか。様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。3年以上付き合ってきた桃瀬や良い、有村霞す31と別れ、娘、海と二人で暮らすため、夏が動き始めたのだが。第10話は、夜。 パソコンで一人親支援の情報を調べている夏は、ふと、海の学習ドリルを手に取り、何も書かれていない名前の欄を見てペンを取り出す。ナグモと書いたところで手を止めると、海の名字を今後どうするべきか、思いを巡らす。一方、弥生は夏の実家を訪ね、母ユキ子西田直美54に夏との別れを告げる。後日、 夏は小田原の小学校に海を迎えに行き、転校するってどう思うと切り出すが、海はやだ、と即答。ママいなくなって、海いろんなこと変わったのにまだ海が変えなきゃダメなのなんで、という海に、夏は何も言えなくなる。そんな海の言葉を受け、夏は転職を考え始めるが、という展開。 夏の言動を不安視する声が集まったのは、転校して夏の部屋で一緒に住むか、転校しないでなぐもかにそのまま住むか、また、苗字をなぐものままにするか、月をかに変えるか、海に選択させようとしたシーン。X、旧ツイッター上では、子供の意見をちゃんと聞くのは良いけど、子供に選択させるのは酷な気がする。 そこら辺が夏くんが大人になりきれてない部分なんだと思う。海ちゃんが後悔するかもしれない未来のために、この選択は夏くんのせいだって俺を責めたらいいよ、ぐらい言う覚悟で決めてくれ、など、大きな反響があった。まともに考えれば、まだ現実を客観視できていない7歳の女の子に、将来の選択を迫るべきではない。いかにドラマとはいえ、夏、目黒の判断は身勝手すぎて、 自分で決めようとしない逃げのようにしか感じられない。また、二人で生活を不安視する声も多いが、実際、次回予告では海、泉谷がどこかに行ってしまい、老狽する夏の姿が。さらに、津の池松宗介34から、わからないですよね。名雲さんがいた時も、いなくなった時も、お前なかったもんな、と言い捨てられる場面もあり。 どん底の展開となりそうだ。この流れから一体どのようなラストを迎えるのか予告には夏だけがなくなったうのぼ、水い古ふるかはことね、27がいるかいないかにこだわっていると、角が指摘するセリフがある。確かに本作では、水いの存在が呪いのように夏を縛り上げ、事態を面倒なことにしている。もしも、この呪いが解ければ、 夏はもっと冷静に、海との幸せな関係を見つけていけるはずだ。そのヒントは、今だ夏が読んでいない、水気が夏宛てに書いた手紙にあるようだ。X 上では、まだ夏が読んでいないことを突っ込む声があったが、そもそも読んでいない描写は伏線だろう。そこに書かれたことが夏を呪いから解放し、ようやく海の父になることができるのではないだろうか。 巧みな伏線回収を何度も見せてきた本作ならあり得るはずだ。海と二人で暮らすことに夏がこだわりすぎているため、今のところは最悪流れになっているが、夏と別れた弥生、有村は今も友達として寄り添っている。誰も傷つかないよう最後に救いがあることに期待したい。ドラマライター山川苦悩が続きっぱなしの夏。こういう笑顔が見たいのだが、